子音の R、 いわゆる R の音を発音する際は日本語のラ行音とは異なり、舌先を反らせ口の中の真ん中でどこにもつけずにして声帯を震わせて音を出します。 R、 少し唇を丸めて発音するとより良いと言われます。この子音を使ってラリルレロを発音してみますので、日本語での普通のラ行の発音との違いを耳で確認してください。ラ、リ、ル、レ、ロ。特に初心者の人はここからの英語の R の発音の練習で、舌先を口の中のどこにも触れないようにして唇を丸めて発音することを意識しましょう。今回の子音はアルファベット R に現れることが多数を占めます。まず語の最初にこの子音がある場合から練習しましょう。 Rain、 Reach、 Redright, river, road, room, rope。 次に語の途中に今回の子音がある場合、アルファベット R または RR の部分に現れます。 around, arrive, carry, general, marriage, orange。 この R の音は先行する子音が続く場合が目立ちます。いわゆる子音連結の例では、日本語のカタカナ語を発音するときのような母音を入れずに、画面の色がついているところを子音だけで発音するようにし、特にピンク色の箇所は舌先をどこにも触れないようにしてウと発音するようにしましょう。左上から Crime、 Crowd、 Cry、 Dry、 FreezeGrass、 Pray、 Tree。 画面にあるのは子音が3つ続く場合です。母音を入れずに色のついた箇所を発音します。引き続きピンク色の箇所は舌先をどこにも触れないようにして R と発音するようにしましょう。 Screen、 Spring、 Strong。 今回の子音がアルファベットWR のスペル部分に現れる場合、左上から Arrive、 Wrap、 Wrestle、 Wrist、 Right、 Wrong。 今回の子音 R の音は接近音と呼ばれる子音の一種ではあるものの、特にアメリカ英語においては他の母音と画面上矢印の方向の順番で発音され、 Ear、 Air、 ROr、 Ur、 Er といった二重母音を形成します。今回の子音の正しい発音を実践できるようにし、英語の二重母音の一部の発音の向上にもつなげていきましょう。なお、ここまでに練習した R の音ですが、いわゆる L の音 O との違いをしっかりとつけることが英語では重要となります。特に今回の画面左側の R の音R を発音する際は、口の中での舌先の位置が口の中のどこにも触れていないということがポイントでした。舌先を口の中で少し丸めるようにし、口の中のどこにも触れさせず声帯を震わせて発音する、いわゆる R の音 R。 慣れるまでは舌先がどこにも触れずに発音できているかをセルフチェックしながら、耳と口で何度も反復練習しましょう。